で、8レース2次予選 B1 着になりました川田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。まあ、今日は短期での戦いになりましたけども、作戦などはどうだったでしょうか。もうあの短期だったので他のラインの仕掛けを見て、あの最後一発届くところからと思ってました。まあ、初手は後方からなりましたけども、まあ、それも前の動きはなかったのも、もう一発を狙うためにっていう形ですかね。そうですね、下手にあの内に包まれたりっていうことの方が嫌だったので、あの、まあ、どのラインも結構仕掛けるタイプだったので、あのどっか隊列が短くなるタイミングがあるかなと思って、あの後方であの足を上げてました。まあ、中山選手が番手に入って、まあ、少しこうあの仕掛けも遅かったですけども、あのあたりっていうのは、まあ、最後方から見ていてどうだったでしょうか。もうあんまりその辺まではちょっと把握しきれてなかったんで、うん、まあ、とにかく最後あのバック、はい、最初バックで、あの自分の持つ距離でとにかく前に踏みました。まあ、その9番手からしっかりと大外伸びて1着でしたけども、1走目は1着で、昨日は9着とちょっと振れ幅があるような着ですけども、3走してみて状態はどうでしょう。あの、まあ、特に足の感じは問題ないと思いますし、あのしっかり走れてるなと思います。まあ、あとはもうしっかりと休みを取ってっていう感じですかね。はい、あの自転車とか特に変えることもないですし、あのしっかり体休めて明日に臨みたいと思います。まあ、前回の G1 も決勝に乗っていて、まあ、今回もあるんじゃないかともちろん思いますけども、まあ、初日の時には横を出さずに自分らしくというふうに話してましたけども、この後もそれは変わらずにと。はい、あの変わらずに、あのそうですねいつも通り走りたいと思います。わかりました。では準決勝に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、まあ、ちょっとまだメンバーが分からないんですけど、あの自分の持ち味しっかり出せるように頑張りたいと思います。応援してください。